ルクルーゼは、鍋など、キッチンウェアの商標。日本では、ルクルーゼジャポンが保有している。商品としてのルクルーゼは、フランスエル・イ・クルーゼ社が作る特殊な、複数層放浪加工の鍋などの製品群を指す。特徴としては、熱が逃げにくく、焦げにくく、材料を入れても温度が下がりにくいといった長所を持っている。現在、多くの料理愛好家などに親しまれている用品である。 北フランスはその地理的条件、土壌や気候から200年以上も前から、芋の製品が作られている土地だが、その北フランスの AN 県、サンイコールカンタン市郊外の小さな町、フレノワルグランに、ルクルーゼ本社はある。この地に工場を構えた、ルクルーゼ社の創業は1925年。クルーゼとは、フランス語で、ルツボを意味する。 高熱でドロドロに溶かした中鉄を型に流し込む製法を表しているクルーゼに定冠しのルをつけてルクルーゼの社名は誕生した。それ以来機能的かつ美しいキッチンウェアを作ることをモットーに様々な種類の芋の放浪製品を生み出している。こけるままフランス生まれのルクルーゼだが第二次大戦後1950年代にはフランスだけでなく ヨーロッパやアメリカなどの海外市場へも進出を開始した。グリルのファーストモデルの発表、キッチンウェアにファッション的な要素を取り入れたイエロー色を発表し、高い人気を博したのも1950年代である。同時に、1957年にはフランスの老舗いもの工場でライバル企業だったクーザンス社を買収。1958年には、 インダストリアルデザインの父と呼ばれるフランス系アメリカ人レイモンド・ローウィンがデザインしたコケルという両手鍋も発表。このコケルはルクルーゼ社設立80周年を記念し2005年に復刻版が発売された。1960年代にはフォンデュを発表し1970年代にはイタリアの著名デザイナーエンゾマリがデザインするママを発表するほか、 アメリカに子会社を設立。以降、本格的に海外に進出し、イギリス、ドイツ、スイス、スペイン、イタリア、香港、韓国、シンガポールなどに支社を設立。日本支社であるルクルーゼジャポン株式会社の設立は1991年。1991年には、世界で最も優れたワインオープナーと評価されているスクリューブルを アメリカのハー,アーレン社より買収し、1999年には、ストームウェアの発売を開始するなど、キッチンからテーブルまでをコンセプトに、ウェアをトータルに、コーディネートのできるブランドとして成長し、世界約50カ国以上に輸出され、プロである料理人から一般家庭まで幅広く使われている。a b 第三小米国の商品ジェトロ、2020年7月11日、閲覧。 ありがとうございます。